それでは作用反作用の素振りを説明したいと思います。長い棒や竹やあるいはポールを持ちますと、その働きがしっかりと分かります。剣線を下げて振り上げることによって剣線が加速します。剣線を下げて振り上げる、つまり剣線を下げた作用からその反作用で振り上げる、この練習をしますと早く振り上げることができます。やってみましょう。構えから下げる上げる、構えから下げる上げる、この練習をぜひやっていただきたいと思います。少し早くしますとこのように剣線が下がって早く振り上げることができます。下げる上げる、剣線を下げる、両肩を使って上げる、下ろします、下げる上げる、構える、剣線を下げる、その反作用を使って上段の構えを作ります。このような素振りをぜひやっていただきたいと思います。今一つは振り下ろす場合の作用反作用の練習をしてみましょう。構えから振り上げます。上段の構えから剣線を下げる、振り下ろす、上段の構えから剣線を下げる、両肩を使って振り下ろす、上段の構えから剣線を下げる、両肩で持って下ろして振り下ろす、このようにしますと竹刀の先、木刀の先を加速させるんです。作用反作用というのは剣線を早く打突部に持っていくことができます。したがって振りかぶるときは剣線を下げて振りかぶる練習、振り下ろすときも剣線を下げて振り下ろす練習、この練習をすることによって冴えた打ち、冴えた手の打ちができるようになります。そうしますと構えから下げて振りかぶる、下げて振り下ろす、そのことによって打った時に剣線がこのように下がるわけです。ここまで手の内を使った練習をしてください。この練習は2拍子のうちになります。1拍子のうちを今までたくさんやってきましたけれども、2拍子のうちを練習することによって冴えた手の内、冴えた打ち、打ち切った打ちの練習になります。一つの素振りの練習の方法としてぜひ試みてください。